自分で運転する用の車がないんですよ。そうですね。ブレーキングダウンで負けて、あの黄色いジープ上げてしまいました。はい、そこでね、皆さん覚えてますか？車買ったんですよ、僕。ベンツ。でね、結構時間かかってね、いろいろあったんで、はい、まあちょっと受け取れなかったんですけど、今日、このタイミングで納車されるということで、今、ベンツに来ました。ちょっとドキドキしますね。ドキドキはしないけど。全然ですか？早く納車されて、早く帰りたいわ。ラーメン食べたい。おおはようございます。ありがとうございます。よかったら、ついに、はい、納車ということで、ありがとうございます。で、このまま左行っていただいて、中で開けない。おぉ、どうですか？来ましたよ。えぐっ、かっこよ。すごい。おぉ。おぉ、すごい、やばいっすね、これ。やばいね。めちゃくちゃかっこいい。これで、どこでも行ける気がするわ。乗ってみていいっすか？いいですよ、もちろん。よいしょ。おぉ、すごっ。すげえ。すげえ。こちらの方、いいです。ありました。おぉ、うおぉ、えぐ音。すごいっすね。これもう出していいっすか？あ、いいですよ。すごいね。新しい車ですよ、これが僕の。すごい。すげえな。はい。怖いね。吸っちゃうかもしれないですよね。ちょっと新鮮ですね、これは。これすごくないですか、絵面、ね、山岡屋にこんなのに来る人いないでしょ。いないです。1億3000万円合わせて行きのね、行きはロールストライズで運転手さんが運転してくれて、そうですね、帰り自分で運転しようかなと思ってますけど、ここで楽しみできましたね。すごい。またこのチャンネル通じてこの車でいろんなとこ行ってる様子撮りたいなと思うんで、ぜひ皆さんチャンネル登録お願いします。高評価低評価どっちでもいいと思った方を押してください。お願いします。はい、はい。